ゆくいどころハーレー元にぎわい広場の前で朝から飲めてモーニングブランチもあります。大阪の粉も食べに来てや。たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、デージーマーさん。ハーレー朝8時から夜9時まで頑張ります。定休日は金曜日。世界に認められた泡盛 ITI 最高ランク三つ星8度目の受賞。プレミアムな夜、ザンパプレミアム。那覇で泊まるならゲストハウス&全室個室1泊3000円からの低価格。国際通り牧師公設市場まで30秒。中庭にパワースポットガジュマルの木があるよ。観光の拠点に最高の立地。那覇で泊まるならアンドンで決まり。ハーレーのイチャリバちょうで。日曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。ハーレーのイチャリバちょうでは那覇市松尾元にぎわい広場にあるたこ焼き屋ハーレーがお届けする番組です。ナビゲーターはシャンシャンと、はい、シャークになります。30分間どうぞお付き合いください。はい、パチ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 。はいはい、今日は文化の日でございます。はい、私たち沖縄に来まして、はい、ね、沖縄の文化に触れておりますが、うん、はい、先週国際通りでパレードがあった、ありました ね、 ね、うんうん、ですね、はい、はい、来年は出たいと思います、はい、以上シャンシャンでした。いや、まあね、綱引きもね、はい、来年は 出たいなと思ってますけどね、はい、はい、頑張ります、はい、ということで、さてさて、ハーレーのイチャリバ町で今週も素敵なゲストをお迎えしています。はいよ、ちひろちゃんとのりちゃんです。ちひろちゃん、のりちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとちひろちゃん、ハーレーのイチャリバ町で最多出場となっています。え、何回目やったっけ。多分6回目ぐらいだったんですか。はい、ちひろちゃんファンみんな聞いてますか。ちひろちゃんですよ。帰ってきました。おかえり。そう、ちひろちゃんは、新潟の方なんでね。そう、はい、新潟美人でございます。いやいやいや、はい、いやいやいや、ご謙遜なさらず、はい、でもハーレンのイチャリバ町でのりちゃんっていうのはたくさんいるので、はいはい、ややこしいと思うんですけど。確かにね、一応リスナーさんはね、あれのりちゃん聞いたことあるけど声が違うぞみたいな、ね、あれどこののりちゃんねってなるので、一応紹介だけしときます。はいはいはい、福岡ののりちゃんです。はい、福岡ののりちゃん、こんにちは。こんにちは、のりちゃんです、はい、のりちゃんもね、いつもねハーレーの私たちの勝手な旅行の時にちひろちゃんと二人でお店開けてくれた、ね、ちひろちゃん、のりちゃんコンビでございます、はいはい、その説はお世話になりました。どうもお世話になりました、はい、楽しかったです、とってもありがとうございます。もうね、なんて失礼な2人と、はい、お店をねお任せしてってことだからね。そう、うん、あいつらもう帰ってこんでいいのにっていう私たちですけどもうのりちゃんとちひろちゃんに開けててほしいって、お客さんは要望が絶えませんでしたけれどもはいはい、はいはい、で今回なんでね、またね、のりちゃんちひろちゃんかというと、はい、実はハーレーのバーベキューへこの二人を呼んで手伝わしたという、はい、ビーチパーティーにねそう、第1回ハーレーのビーチパーティーだということでね。そうなんです、うん、またお世話になってしまいまして、うん、はい、わざわざ、新潟から福岡から飛行機で来ていただきましたね。連想で、うん、どうでしたか、ビーチパーティー。楽しかったです。すごいすごい楽しかった、はい、あ、何が良かった、まず、美味しかったです。あ、食べ物ですね、まずね、うんうんうん、ステーキが出てましたね、うんうん、肉、ホルモン、開き、エビチキン、うん、チキン、うん、豚肉などなど、うんうんうん、ね、うん、のりちゃんなんかどうしても息子に食べさせたいと言って、そう、はいはい何を、と
ってもお肉が美味しくて、はい、ステーキの肉がね、はいはい、本当に美味しかったんですよ。だからなんかついこう息子にも食べさせたいなと思いました、はいはいはい、私一人でこんなあの楽しい気分を味わってもらって悪いかなとか思いました。いやステーキね、実はあの人数分、うん、用意しまして、はい、1人1枚渡ったかどうか分かりませんが、はい、まああの倍食べてる人とかもいたでしょうけど、うまいとか言って、もう肉肉肉肉ってなってる、倍でした。そうね、うん、あでのりちゃんとね千尋ちゃんは朝からね、はい、バーベキューのために、はい、おにぎりを100個握って、はい100個ね、くださいまして、結構大変ですよ100個って言ったらね、シャンシャンがご飯炊いて、はい、のりちゃんがおにぎりメーカーに詰めて、ちいろちゃんがラップするっていう、ほうほうほう、チームワークで、なるほど、なんと20合炊きましたよ。やりましたね。ほぼ完売でしたけど、そんな大きな炊飯器あるのってみんなに言われましたけど、はい、鍋なので、はい、無限で炊けるんですよね。1回に8合炊けるので、8号がマックスということが今回勉強になりました。ちょっと10号いけるかなと思ったけど溢れそうになってましたんで、いやもうねのりちゃんの、私おにぎりメーカーを使ったことがなかったので、はいはい、はい、おにぎりメーカー皆さん分かりますかね、あプラスチックでできてて、うんうんうん、カップにおにぎり、ごお米を入れたら、はい、上からギュッと押す、うんうん、あるね、あるね、プラスチックがあって、うんうん、で反対にひっくり返してこう指をプッシュするとこがあるので、プッシュすると、はいはい、おにぎりになったやつがポッと落ちるというシステムなんですけど、一度に2個できるという。で私おにぎりの作り方わからなくって、うん、のんちゃん作ったことあるよっていうからね、力強くて、うん、えこの使い方わからない、いっぱい入れちゃダメなのって言って、うん、ちょうどいいぐらいのおにぎりで、はい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 、実際100何十個ができてて、うんうん、これがあっという間に売れちゃったんですよ、はいはいはい、そうみんなねこのバーベキューのおにぎりが最高やって、うん、おにぎりばっかり食べてる人で肉よりおにぎり、焼きおにぎりとかしなかったんですかね、焼きおにぎりまで回らなくて、回らない、焼きおにぎり2個だけしてたよ、うん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 、隠し持ってた人が、はいはい、隠し持ってたのとちゃんと自分の分確保してた人がいてね、はいはい、そう焼きおにぎりのために確保してたそうです。なすそうなんだ、うん、3本、まあ、4パターンぐらいのおにぎりができて、うんうん、塩むすびと、うん、カツオと、はい、鮭と、はい、でしそおにぎりと、鮭あったんだ、俺当たってないんだそれ、うん、うん、ね、うん、そういやめっちゃ美味しかったみたいですよ、ま、でも総勢何名でしたっけ、50超えですね、50超えですね、うんうんうん、まあいろんな人たちがね、うん、来てましたし、うん、そうそう、うん、でいろいろなんか協賛いただいたのがねすごいありがたかったかなと、そう僕は思ってますけど、うん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 、もうお酒からお肉からチキンとかソーセージとか、ちょっとソーセージが被りすぎて溢れてましたね、うん、ね、ソーセージ、うん、そうなんですよ、ソーセージ溢れちゃってね、ソーセージは食うだろうみたいな感じで、うん、ソーセージばっかりちょっと山盛りになったんで、はい、あの次回からは何か一品とかじゃなくて指定しようと思って、あなたはじゃあお酒、あなたはあなたは鶏肉とか言っても、うん、豚肉とかもうちょっと指定しようと思って、うん、来年もする予定なので、ソーセージをね、うん、あの余りすぎたんで、うん、配りましたからね、うん、あの近くにいたバーベキューの人たちの隣のバーベキューの人たちにソーセージを配りました、はい、喜んでましたね、喜んでたというか、うん、僕今顔にちょっと落書きをしておりまして、え沖縄の芸人さんなのとかってね、うんうん、ちょっと言われてましたけど、あそれで沖縄って書いてんのとかね、ちょっとわけのわからない感じでしたけどね、そうそう、うん、
なんかあんま面白くない芸人が来てるなって話が聞こえてきてましたけど、いやいや、まあね、お手伝いいただいたおかげでね、はい、うまくいきましたけどね、うん、十分楽しませていただきました。たくさん食べました。食べました。もうなんか、ね、ロケーションがとっても素敵で、ね、それももうすごいテンションが上がりました、ね、まあ BGM うるさいぐらいでしたけどね、声が聞こえないぞみたいなね、いや海に入れる体だったんですよ最初はね。この企画はちょっと海に入っちゃえみたいな企画だったんですけど、みんな水着着てこようとか言う、だったんですけど入れませんよみたいな、はい、まさかの、あの岸壁でしたよね、そう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 、あれは入れない、まさかのね、岸壁から落ちそうになるっていう、で、あれ、あのバーベキュー場にね行ったことがある人があって、ちょっと、はい、入らないでくださいって書いてあるとこ無理やり入ったそうですね、今回じゃなくて去年にね、そして手骨折したらしいですよ。岩場の苔が生えててつるんってこけて、なるほど、なんか階段がついてるとこが一箇所あるんですよ、ダイバー用のらしいんですけど、そこにてってってって言ってつるんってこけて、お酒に酔っててこけて手ポキッて言って、あら、全治6ヶ月だそうです、はい、去年ね。なるほど。やっと治ったとこなんで、怪我人もねいなかったんでよかったんですけど、そうそう、これがね一番のね、なんかそこに昨日の、あ、昨日じゃない、あの先週のね来てたメンバーの方が、岸壁から来たって言って、誰に教えてもらったのって言ったら、あの、覚えてますかね、あのやっさんっていう、あのちょっと背の低い人がこっちからの方が早いんだけどっつって、マミーとあともう一人女の子いたじゃん、あの3人は岸壁から来たんだって。俺それ聞いてバカじゃねえのこいつだと思って。え、来れたんですね。いやいや、まあまあ来れて怪我もなくよかったなと思いましたね、はい、はいはい、はい、いやちょっとその話は知らなかったんですけど、はい、いやでもね、皆さんが持ってきてくれた一品っていうのもとっても美味しかったですよ、そうですね、いろんなものをもらいましたよね、そうめん持ってきてくれた人もいるし、そうそう、やっぱ ね、まあ、ね、お肉焼けるまでにお腹減るよみたいな話で、作ったものをね、そう、枝豆持ってきてくれた人もいるし、あとタコの刺身とかね、そう、お刺身持ってきてくれて、うんうん、マグロのなんとかとか持ってきてくれてましたね。マグロの釜もね持ってきてくれて、あーそう、すごかった、びっくりしました、めっちゃでかかったですよ、もうキャーってなる、焼くのが大変。本気で、え、これ1時間仕事だよって言われて、そんなとか言ってたけど、本当に1時間ずっとバーベキューのコンロ1人占領する、うん、1匹が、で頭3つあったんですよ、はいはい、頭1個につき1時間ぐらい占領してました、釜が。で2つでいいかなとか、コンロをね2つでいいかなとか言って、最後1個マグロのためにコンロつけ、マグロ用にね、カーッってやる。で、え、何焼いてんの、パーって開けたらマグロがガーって睨んでるっていう、キャーとか言って、で他のバーベキューのやってる人が、はい、その写真をインスタ映えするとか撮りに来てたけど、ちょっとグロいですけど、頭だけ並んでるんですけど、うちのバーベキューコンロにとか言って、はい、で協賛たくさんいただいた中に一番たくさん協賛いただきましたのが、うちのあの番組のスポンサーでもあります東蔵さんより、ザンパーとアラゴシ梅酒とスパークリングですね、ユズスパークリング、もうユズスパークリングが一瞬でなくなってしまったので、一瞬でしたね、美味しかったです、来年はもっとお願いします、よろしくお願いします。はい、ということで一旦 CM へ参ります。よ、ゆくいどころハーレー、元にぎわい広場の前で朝から飲めてモーニングブランチもありますね。大阪の粉も食べに来てや、たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、デージーマーさん、ハーレー朝8時から夜9時まで頑張りますね。定休日は金曜日。世界に認められた泡盛、
ITI 最高ランク三つ星8度目の受賞。プレミアムな夜、ザンパプレミアム。那覇で泊まるならゲストハウス&全室個室一泊3000円からの低価格、国際通り牧師公設市場まで30秒。中庭にパワースポットガジュマルの木があるよ。観光の拠点に最高の立地、那覇で泊まるならアンドンで決まり。はい、引き続きお話を聞いていきます。いや今回ね、たくさん協賛いただきまして、はい、その中の東蔵さんの、うん、ね、ザンパプレミアムを、はい、東蔵さんじゃなくて他で買ってきてくださった方もいらっしゃって、もうね、ザンパプレミアム美味しいって、美味しい、確かに、で、ある人はアラゴシ梅酒が、もう癖になるねっていう話をね、はいはい、ぜひぜひザンパプレミアム美味しいので皆さんもぜひぜひ飲んでください。はい、でということで、のりちゃんも前ザンパの東蔵さん、はい、見学に行ったんじゃないですか。来ました、本当に丁寧に説明していただいて、はいはいはい、すっごい工場の中まで見せていただきましたけど、はい、本当に丁寧に作られてるんだなと思って、うん、ね、そしてとってもロケーションのいいところで、あ、はいはい、そうそう、工場が、ね、びっくりしました。見晴らしがとっても、うん、すっごい、そして試飲するところもあって、飲ませていただいたりとかして、はいはい、すごい楽しめました。かおりさんも確か行ってますよね。あ、この間 ね両親と一緒に行ってきたんですけど、でっかいタンクの前で写真撮りたいって。あ、私も撮りましたタンクの前で。やることは一緒ですね、で撮って試飲して、はい、あ、私は運転なので試飲してませんけど、両親が試飲して、はい、いやもうこのね、アラゴシ梅酒は大好きだって言って、美味しいですね、あれがね、もうハマってしまったみたいで、そのアラゴシ梅酒はバーベキューで皆さんに、そうそうそう、飲んでいただきましたけど、あれ全部なくなっちゃったの。いや、あと景品に、景品にも、したのと、はいはいはい、それで全部、もうすごい飲む量なんで、驚きました。まあそうですよ ねみんなあんだけ飲む量がすごくって、途中で買い足しましたお酒を、はい、まさかの、まさかのお酒が足りないってどういうことっていうぐらいでしたね、はい、みんな飲む飲む、もうビールだけで何本ぐらいだったかな。まあまあ、もう島酒もあっという間に売り切れまして、でお客さんがいろいろ持ってきてくれたお酒も次々なくなってしまって、帰りもう全然ないみたいな。もうゆずスパークリングの取り合いっちゃ半端なかったあれはね、ね、ゆず、旬でしたね、でね、ゆずスパークリングのおかわりが欲しいというから、慌てて、ゆずスパークリング買い足しましたなので東蔵さん、ゆずスパークリング次回から大量にお願いします厚かましいなこれめっちゃ買い足したし重いのでよろしくお願いしますあれをわせわせって持って帰ってきて、シャンシャンよく頑張ったねって言って、ありがとうございますって、みんな一人で持って帰ってきたの、そんなわけないやんってそんな力持ちちゃうしとか言って、どんだけ持てると思ってんねんとか言ってきて、あとね、福岡から来てたまこっちゃんがね、もうほぼ丸一日手伝ってくれたからね、あれずっとね、すごいありがたかったっけ、ね、お肉焼いたり本当にすごい上手でしたね。そうですね、焼き方手慣れてましたね、あれは。焼くのが好きって言ってね、焼き要員みたいな。そうそう、肉野菜見ましたよね、途中であれみたいなそう、なんか変わり種のね、なんか焼き飯焼いたり焼きそば焼いたりしてくれたんです、そうそうそう、なんかラードねつけたりとかしてね、
ね、なんか飛騨牛ホルモンを持ってきてくれた人がいて、うんうんうん、それを飛騨牛ホルモン焼きそばとかに変身になってて、へえ、すげえ、うん、美味しかった。今だって言うから、私ね、ポケットに割り箸をマヨ箸としてずっとね置いたらもうなくなるからさ、ポケットにさって刺して一口食べて、あいよっつってマヨ箸持ち歩いてんのって、はいっつって次回からもうもっとはいとか言って、ポケットからお箸出して食べてまた直して、箸ケースも欲しいよね。じゃあね、いや、ちゃんとね、先っぽだけ包んだピッてピッてラップみたいなんでピッて包んで、こうやってポケットピッて入れて、またシャキーンとかして、うん、あ、美味しかったですよ、はい、か、うん、とっても美味しい。でね、まこちゃん、ちょっと創作料理みたいなのもたくさんしてくれたので、はいはいはい、もうね、新しい味をみんな求めて、お箸とお皿持ってなんか行列してたんですけど、うん、なんか屋台みたいになってましたよ、ね、そう、コンロ4つ借りてたんですけど、うん、いや、2つでいいかなと思った、本当は2つで、うん、1個はマグロの釜ずっと焼いてましたマグロちゃんはずっと焼かれてたわけですね。なんかね、申し訳ないけど、うん、マグロの火葬場みたいなんですよ焦げてるとか言って開けたら目ん玉飛び出してて、キャーみたいなホラー映画みたいになってたんですけどもう怖い怖い。で、まこちゃんな、なんとね、あの前の日、あ、金曜日の最終便で来て、そうです、そうです、うん、うん、あ、違う、結局土曜日の最終便で来たの。土曜の最終、土曜日の最終便で来て、今日の月曜日の早朝便で帰りましたすごい、バーベキューのためだけに来たという、ね、申し訳ないですけど、いや、はい、いやですね、そう、夜勤にだけ来てくれた、うん、そう、焼き要員でしかもね、焼くだけじゃなくて最後のお片付けもね、うん、最後の最後まで、で準備から最後までピチッと手伝ってくださったので、うん、本当にもう感謝感謝です、うん、いや、もちろんのりちゃん、ちいろちゃんもね、朝から片付けまで全部やってくださって、そうですよね、本当にありがとうございます。来年もしますので、ぜひ、はい、来年も来ます、はい、本当に、はい、言っちゃったあの、私できない約束する人嫌いなんで今回、はい、あの、できない約束したやつにボロクソ怒りましたお前できない約束は二度とするなっつって、めっちゃ怒りました。あ、うん、ぜひぜひ来年も、はい、あの、2人のスケジュールに合わせて、じゃあバーベキューです、ありがとうございますちょっと調査入れますね、はい、もう、あの、間もなくしたらまた来年のね、はい、海開きになったらバーベキューの日を決定したいと思いますので、はい、はい、ぜひぜひ来年も遊びに来てください。はい、はい、はい、まあ、気候も最高でしたしね、うん、本当に、うん、いや、今回は本当にね、まこちゃんすぐ帰ったけど、この二人もバーベキューのために来てるからね。そうですよね、うん、本当に完全にふざけた店でした、そんなハーレーです。イチャリバ町で一期一会で、あ、兄弟でございますので、うん、みんな、あの、立ってるものは親でも使えと教わってまいりましたので、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、うまいのかもいや、最近ね、新しい言葉もう一個覚えたんだけどね聞いてくれる皆さん、はいはいはい、何でしょう。いつまでも、はい、あると思うな親の金、はい、親とじゃないんですよ。あ、親とじゃないの。そう、最近流行ってるこれ。あ、本当、いつまでもあると思うな親の金です。わかりますか。そういうことですね、はい、はい、ということですので、はい、いつまでもあると思うな親の金でございます。はい、はい、あるうちに使わないとなくなりますよということで、はい、今日も時間となってしまいました。早いね、はいはい、晴れのイチャリバ町で、うん、また来週でございます。え、もう来週行っちゃうの。そう、はい、じゃあお別れの時間となりました、はい、ゲストのちいろちゃん、はい、のりちゃん、ありがとうございました。あ、また遊びに来てください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、番組のナビゲーターはシャンシャンと、はい、声がかすれているシャクンでした。また来週、また来週、じゃあバイバイ。ゆくいどころハーレー、元にぎわい広場の前で朝から飲めてモーニングブランチもありますね。大阪の粉も食べに来てや。たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、デージーマーさん。ハーレー朝8時から夜9時まで頑張りますぜ。定休日は金曜日。
世界に認められた泡盛 ITI 最高ランク三つ星8度目の受賞。プレミアムな夜、ザンパプレミアム。那覇で泊まるならゲストハウス&ノン。全室個室1泊3000円からの低価格、国際通り牧師公設市場まで30秒。中庭にパワースポットガジュマルの木があるよ。観光の拠点に最高の立地。那覇で泊まるならアンノンで決まり。